どうもカズです。今回は、スネアをアナライザーを見ながら、解説していきたいと思います。早速、P と K を2連打ずつ録音します。はい、まず P の方のスネアですね。プッといったその瞬間は、500とか250とかが一番大きな山で、あとは高い方にもたくさんチリバーもあってます。伸びてくると最後のお尻の方とかはフッという音ですね。4キロとかのあたりにピークがあります。もう一発見てみましょう。やはり500が頭と250が頭です。で、音が終わりそうになると4キロちょっとが高いです。要するにこう2つの音が鳴ってるんですね。こんな感じです。 K の方を見てみましょう。今度はアタックの瞬間、ちょっとさっきとは違うみたいです。500が一番トップなんですが、1キロちょっとのところにもピークが見えます。もう一個は、低い方だと300ですね。それからちょっとずつ減ってって2キロに落ち着きます。これもそうですね。500がトップで1キロちょっとのところにもう一個頭があって、もう一個も300ぐらいのところに頭があります。音が減ってくるとだいたい2キロに集まってくるっていう感じです。